はい、n h k オ o p c o ということで、まあ、ちょっと一般の人なので、あまりいただきたくないかったんですけど、まあ、この TSMC っていうのが分からないんですけど、田中一太さん、なんかもうご自身が違法行為をしていることが全く理解していないようなので、えー、ちょっともう、ここはちゃんと法に基づいて指摘させていただきます。 NHK と黒川敦彦幹事長は私が昨年300万円の寄付を申し出たときに寄付なのにしてもないコンサルト代金として300万円振り込むように要請してきました黒川幹事長は違法行為を依頼してきましたその件に関して立花さん問題ないとのことですがこれは最終回答ですか違法行為を進めながら開き直りですかと書いているんですが、まあ、そもそもですね 300万円の寄付の申し出をした田中さんが違法行為なんですよね。あの政治団体に対する寄付っていうのは1年間で150万円が上限なんですね。だから上限を超えて寄付を申し出てる自体がですねこれ自体が田中さんの違法行為なんですよ。でそれをなんかことさらですね 取り上げてるんですけどまあそういうねお金300万円違法になるからコンサルティトング契約という形でやってもらえませんかと言ってるわけですよね。でそういうコンサルトの代金ということを言ってるわけでだから寄付自体がそもそも違法行為なのでそれに対して300万円等に協力していただけるんであれば。 等に対して何らかの形でコンサルタントしてもらえませんかという申し出をしているわけですよね。で、これを田中さんが違法行為だと書いてるので、じゃあ何違法違反ですかと僕は聞いてるだけのことなんですけど、ご回答がないということであります。まあちょっと一般人をさらすのはどうかと思ったんですけど、さすがにちょっとね、自らが違法行為を申し出しておいてですね、えー、違法だ違法だとツイッター上で騒ぎ立てて、で、<laughs> それに対して、 何法違反ですか?」って聞いたらなんかもう脅迫だとか脅迫,脅迫って言ってるんですかねちょっともうあのー、もうこれちょっともうちょっとね本当にさすがに何とも言えないどっかに書いてましたよねだこう「どう喝か、ね、黒川さん横行をいらしてきて開き直って逆に一般人の私を恫喝し続けてきました。は横を問題なしを言っってていますがっていうことは えー、な何をもってこれをどう課すというのか、ちょっとわかりません、えー。とにかく田中さんよかったら私電話いただければ対応いたしますので、えー、なぜあなたは公職選挙法じゃないわ。えー、政治資金規制法にいいですね、書かれている150万円以上の300万円という寄付を申し出たのか、そこからですね、ちょっとご説明いただければと思います。